いいです。ね、伊達さん。はい。はいです。さて、今回初回のテーマは、恋愛観について語ろうと思います。伊達さん、どうですか？恋愛観、いろいろ語れますか？はい、語れます。永遠に語れます。永遠に語れるんですか？はい。はい、お名前何にしたいか、マキさんですか？はい。マキさんにしておこう。はい。ちょっとタイトル変えておきますね。はい。マキで。私はサトシさんでいいですか？もうサトシだてでお願いします。サトシだて。はい。もう変わった。そして何に似てるのかも。はい。はい。どうぞ。あ、そうですね。こっちは YouTube でやってて、サトシ伊達の YouTube が、ちょっとね、これ、YouTube の、ヨビデオ、サトシ伊達で検索していただければ、出てくるとは思うんですけど、インスタグラムがどこ？なんていうの？なんで検索したってこと？アルファベットで、EJIMB で数字で2で出てきます。僕のが、サトシダーテなんで、サトシで DAATE、SATOSHIE、DAATE で、インスタの、マキさんのインスタ見てる方は、そちらで、どっちも見るんですけど、まあ、僕の YouTube 興味あれば、とりあえず自己紹介？そうですね。はい、じゃあマキさん。はい、私は今、日本に住んでて、神奈川県に住んでます。で、仕事は歯科衛生士をしています。それと、自分の好きなことの一つに、英語を学びたい、英語を話せるようになりたいっていう気持ちがあって、自分で英語を勉強しながら、私と同じような語学を学びたい人たちを集う、Facebook での語学交換グループを運営しています。語学交換しませんか？ですよね。Let's Exchange Languages。はい。1800人ほどメンバーがいまして。はい。ありがとうございます。あれって、これって、グループ名してたら参加できるんですね。はい。語学交換で検索していただけたら、いくつか同じようなグループが出てくるかと思います。その中で、まあ、タイトルが語学交換しませんかっていうタイトルを見つけてもらえたら、私のグループに参加リクエストを送ってください。これ一つしかないですかね？全く同じタイトルはないかと思います。はい。一応グループ、facebook.com スラッシュグループススラッシュ7322921606867535、はい、グループススラッシュ7322921606867535になります。はい。で、まあ僕もいるんで、はい。はい、ぜひ。ぜひ。で、どんなことするんですか、ここで。ここでメインで行っているのは、グループメンバー同士で、1対1での語学交流、語学交換をメインのグループとして運営しています。そうですね。いろんな外国人の方と喋りたかったり、特に外国人の方が、日本語を学びたかったりっていう、いろいろ、そういう、こう、学びたいことを交流しながら交換する、無料で交換できるグループとしてやっておりますので、まあ、とりあえず参加リクエストを送っていただけると私が承認いたしますので、詳細はグループに入ってから詳しく書いておりますので、また読んでください。これ1800人も承認しなきゃいけないんです。
しました。やっぱこういろんな目的を持ってる方がいて、まあどういうふうにこのグループを生かしてくれるのかなっていうのを想像しながら、一人一人こうプロフィールを見させていただき、大変ですね、承認いたしております。うん、はい。まあはい。じゃあ僕の紹介。はい。伊達さんの紹介は、伊達さんもこういう私と同じような Facebook グループを運営されてるんですよね。はい。どんなグループですか？一応、そうですね。Roots of Being っていう、まあ日本でいうオンラインサロンなんですけど、まあ、自分を見つめることによって、こう社会全体を変えられるっていう思いで、運営してて、まあ、最初は日本人のみだったんですけど、今は、そうですね、アメリカ人とか、ヨーロッパの人も混ざってて、まあ、日本に興味のある人が、来てますね。あと、イギリス、僕はイギリスに住んでるんで、イギリスに行きたい人とか、イギリスに住んでる日本人とかが集っていて、まあ、お互い、こう、夢を持ってる人たちを助け合うっていうところで、うん、で、まあ、あと、いろいろ、悩みなどを抱えている人とか、こういうことをしたいかどうしたらいいかわからないとか、うん、まあ、そうでなくても、こう、人助けをしたりとか、そういう人たちが集う場所になっていますね。はい。それで、まあ、特に日本ですね。日本のその社会で、いろいろ僕が気になるところを、絶対に変えていかなきゃいけないなということを、こう話しながら、こう、だんだん活動していけたらなと。持ってて、はい、まあ、今、今回日本に帰ったのも、そういう、NPO の人とか NGO の人とか、そういう、人権問題とか、あとは、まあ、LGBT の人とか、そういう方たちと会って、どういった活動をしていくかな、いけるかなっていうことを喋って、語って何かしていこうかなと思って、まあ、実際、僕は、まあ、アーティストで、パフォーマンス、音楽とか、絵画とか、ビデオとか、まあ、物を描いたりとかしてるんですけど、その中だけでは、やっぱり社会を変えられないと思っているので、この外に出たところで、何か、もっと みんなを、こう、幸せに、なんかね、フルフィル、英語で言いますけど、はい、フルフィルにするためにはどうしていったらいいかということを、お互い助け合って、表現し合って、できたらなと思っています。すごい壮大な、目標ですね、はい、日本の社会を変えるっていうのはなかなかできないことだと思います。そうですね、大勢の力が必要になってきますよね。なので日本人全員に参加していただく予定でございます。うん、そういうことですか。はい、伊達さんがその日本の社会を変えたいと思ったきっかけは何かあったんですか？まあ、きっかけはやっぱりイギリスに日本人が結構来るまあ、いっぱい来るんですけど、はい、僕のアシスタントとか、プロジェクトアシストしてくれる人とかの話を聞くときに、こう、いろいろ悩み相談とかも僕もしてきて、はい、それでこう、日本の社会の闇というものが見えてきて、で、まあ、やっぱこの苦しみを感じて苦しんでる人がいるっていうのを、こう、目の当たりにして、はい、そういう人たちが日本を捨てて、日本に帰りたくないとか、そういうこと言ってる人を見ると、まあ、日本はやっぱり、僕はまあ離れてますけど、やっぱり日本で育ったので、もう危機感というかね、何かしたいという気持ちが込み上げてきて、まあそういうことで、アート自体も変わっていったんですけど、自分のためだけにやっていくというよりかは、はい、人のために何かやっていきたいなという思いがあり、ね、まあ、より良い未来のためにと思いました。はい、その今伊達さんはイギリスにお住まいで、イギリスから日本を見てもっと社会を変えていきたいと思ったんですね。はい、そうですね。そうですね。伊達さんがまだ日本に住まわれてた頃に、そういう社会のこういうところ嫌だなとか変えたいなって思ったことはありました？いや、やっぱりまあ変えたいなっていうところまでいくつかないんですけど、うん、まあ、日本にいたときは、
まあ、イギリスに憧れがあったんで、とにかくイギリスに行きたいっていうことは、前出てたので、まあ、その中でやっぱり、日本は住みにくいなという、別に海外だったら住みやすいとは全然思わなかったし、新しいことに挑戦したいという思いの方が強かったので、ただ、ここにいていたら自分が潰れてしまうなっていう、なんていうか、まあ、呼吸ができないような状態、息ができない状態。なので、水の中にいる状態では、これではおかしくなってしまうっていう気持ちもあったので、それをとりあえず脱却しなきゃいけないっていうことが、まず最初にあったので、日本を変えたいみたいな、そういうような、そこ前の自分にとってそういう力があるとも思わなかったし、まあ、とにかく外に出て自分の夢を追いたいってことが、まず第一にあったので、それで、そうですね。ある程度、外に出て、日本人と接触してから、まあ、余裕も出てきて、自分のやってきたことが正しかったなっていうことだと、まあ、自分の自信もついてきたし、そういうことで何かできるっていうふうに思えたんじゃないですか。やっぱり何かできるっていうふうに思わない限り、変えたいなんて思わないと思うんで、はい。そうですね。何か変えられるんじゃないかと、こう、少しでもそういう気持ちを持てたときに、熱が出てくる。変えていけるんじゃないかと、こう、行動に移していける気持ちになるんですかね。そうですね。伊達さんが、じゃあ今、日本の社会について、一番変えたいところって何ですか？一番変えたいところ。い一くつ番。かあるとは思いはまい。すもう今回が、のテーマに近いと思うんですけど、一番やっぱ変えたいことは、恋愛です恋愛観じゃない、恋愛観。まあ変えたいというか、やっぱり、か？ 一人一人恋愛観は違いますね。まあ、変えたいこと、まあ、やっぱり、まあ一番、まあ、世界的にですけど、日本もそうだけど、やっぱり一番究極的なところって言ったら、こう、より真実に近づいた行動をとってほしいと思うんですけど、まあ、真実っていうと何ぞやと思うんですけど、自分にとっての本当の真実、嘘ない、偽りのない、これが私が正しいことだと思うところに進んでいけたらなと、それの手助けができたらなと僕は思っています。ということは、日本はい。人は、こう、自分の本当の気持ちだったり、本当に好きなこと、やりたいこと、まあ、恋愛においては、いろいろと相手に対してのこう思いだったり、あると思いますが、それを純粋にこう行動に移すのではなくて、いろいろこう制限をされて、なかなか自由に自分を表現できてなかったり、そうですね。恋愛ができてなかったりっていうことですかね。と思います。久保伊達さん、さんの周り久保にいさん。ますか？そういうと恋愛で悩まれてる方。いや、いっぱいいます。実は恋愛の相談が一番多いんです、僕、そうなんですか？最近。一番多いですよ。伊達さん、恋愛マスターです恋愛マスターだと思ってます。はい。誰よりも。はい。か？ 誰よりも。はい、誰よりも恋愛マスターだと思ってます。結構男性よりも女性の方からの恋愛相談を受けることが多いと私もはい、多いおです聞きね。してますが。まあ、てか、女性の友達の方が多いっていうのもあるんですけど、男性の恋愛相談はありますけど、まあ、その辺もね、やっぱり男性はそういう相談をしちゃいけないみたいな。まあでも、異性だっていうことで、話しやすいってこともあるんじゃないですか。ね、同性同士ってあまり喋れないんじゃないかなって僕は勝手に思っておりあまりすが。ますね。女性同士はいろんな恋愛観とかについて、ベラベラと、毎日でもね、喋れますが、男性の中でのこう恋愛についての悩みとか、パートナーに対してのこう不満っていうのは、あんまりこう人に言ったりしないイメージが私もありまあとまあ、ストレートの方の場合、なんかす。女性が男性が女性を好んでいた場合、相手が異性であるから、やっぱり異性の意見を聞きたいっていうのもあるんじゃないですそうか。ですね。と思うけど。まあ、僕もそうだね。
なんか同性同士だと、まあ、特に男性男性同士っていうのは、なんだろうな、相談ってなんないから、あんまり僕相談しないですよね。そうですね。困ったところとか、男性は。男性だとこう、自分の中でも答えを見つけて、はい。出すのか、さっぱりしているのか、それが男性性なのか。そうですね。よくない男性性だと思います。感じたことありますね。どうします？そのイギリスと日本の違いについて、はい、まず喋ります。それからなんかこう深いところと、そうですね、せっかく伊達さんはイギリスに住んでて、イギリスのいろんな周りの方のね、恋愛の相談にも乗ってきてると思いますので、こうその辺私は聞きたいなと。はい、どういうことでイギリスの女性、例えば女性の方はどういう恋愛で悩んでるのか、あと結婚とか、子供を作ることとか、どういうふうに考えてるのかなっていうのは興味がありますね。なるほど。まず何ですか？何にします？例えばそうですね。じゃあ、イギリスの女性の、まあ、恋愛の悩みで、一番こう、よく聞く悩みって何ですか？ああ、それイギリスですか？はい。イギリスか。日本人の、あれも。日本人の女性の場合も、はい。また違います？イギリスの女イギリ性スの。の悩みね。イギリスの悩みね。あ、でも共通するところは、なんでこう好きでもない人を好きになってしまうんだろうっていうのは、日本もイギリスも一緒じゃないどういうことですか？好きでもないです。好人をきでも好きないに人をな好きになってってししままう。ちょっとそれ、意味が、理解がう。理ちょっ解できとない。いやいや、でも難それは皆しいさ表ん現です。そうだと思いますよ。だから、好きじゃないのに好きだと思い込んで好きになってしまって、結果的にしばらく時間が経つと好きでもないかった人なんだなっていう。後で気づく。まあだから、例えば、まあひどい例だと DV だったりとかね。なるほど。危害を加える人なのはにい、はい。付き合ってしまったっていう人とかは多いかな。あとはまあ、なんだ？まあ世間体のためにとか、妥協して、この人でいいかな、みたいな人で結婚したりとか、そういうのは全世界共通じゃないですか？ああ、そうなんですか。も日ち本だろん。と、こう、女性で、例えば30歳になったら、もうそろそろ結婚しないといけないとか。そういうのはないですよね。そういうのは、日本の方が明らかに強い、多いんじゃないですか？イギリスはそういうのは、あんまり日本ほ少ど、ないですね。聞かないですよね。全ないで然。すね。特に現代では聞かないと思うし、こうしないといけないとか、子供を産みたいからどうこうっていう話は、あんまり聞かないかな。青い目の子が欲しいからとか、そういうわけのわかんないのは、ないですよね。なるほ外見ど。でこうとかっていうのが、ないかな。まあでも違いと言ったらやっぱりこうエモーショナルであるのは確かじゃないですか。あと結婚に関してあんまこだわる人はいないし、イギリスは特に結婚なんかどうでもいいと思ってるので、パートナーって言い方をします。結婚っていう言い方ももしかしたら差別的に感じ、差別的っていうかね、マイワイフとかマイハズバンドっていう言い方がもしかしたら差別的になるのかもしれないので、無難にパートナーって言い方を。ああ、じゃあ、恋人の関係性でもパートナーだし、結婚してて、奥さんに対して、まあ、旦那さんに対してもパートナーまあでっも、ていパーう。トナーって言った場合、大抵はライフパートナーって感じ。ライフパートナーってもっとロマンチックですけど、まあライフパートナー、生命、生、ん？人生のパートナー。パートナーって言うと、あんまり、普通ガーフェンド、ボーフェンドって言いますよね。なパーるトほナーって言ったら、ちょっど。とかなり、親密で、ある感覚がちょっなるとあほど。るかな。ガールフレンドからのパートナー、そしてライフパートナーです。まあだから、パートナーって、そうね、パートナーって言ったらライフパートナーのことを大体言うかな。なんで、
あんまりなんかその結婚してるんですかどうですかって誰も聞かないので、なるほど。察しないので、むしろどうせ離婚するもんだろうみたいなとか、愛は絶対続かないみたいな感じの感覚の方が人生いろいろあるみたいな感じの、レディートゥディボースみたいな、離はい、婚する離の婚のレ準ディアみ備。たいな、準備できてるぞみたいな、感じはちょっと、この前も話したように、必ず聞かれるのが、お父さんお母さんはまだご一緒みたいな言い方を必ず聞いてくるんですよね。それはイギリスですイギリスか？で、だから結婚まだしてるのって、だから離婚を前提にして聞いてくるので、それは素晴らしいですね。一緒に出会った場合、素晴らしいですねっていう言い方を、素晴らしいですねっていうかね、おおみたいな感じになるから、まあ、離婚10し、年、20年経てば、まあ、飽きるだろうなみたいな、感覚がかなりあるんじゃないかなとは、そうなんですね。思います。結婚することをめでたくて、でも離婚するだろうって思ってる気持ちも結構あるってことですそうですね。ね。だからまあ、良くない部分としてはかなり、ヨーロッパの場合はエモーショナルなので、感情的なので、その勢いで、ね、一緒になったり、子供ができたりとか、っていうのは、日本以上に強いかなっていう、社会の抑圧は少ないけれど、あんまり将来のことを考えない感じは、良きも悪きもあるかなっていう感感じ情は的しまにす。火が灯り、そうね。だから、冷めやすいっちゃ、あんま考え冷めてないっていく、うか、冷める感時じもがするんじゃないですかね。はい。ある。どうすか？ いや、そ マのキイさギんリスは。の高恋愛観、今お聞きして、はい。まあね、こう、幸せな時はいいなと思うし、逆にこう、離婚するでしょって思われてるのも、ちょっとなんか、話ね。なんか、ネガティブな感じですね。イギリスに行った時はなんかそういうの感じました？イギリス人の恋愛観。いや、それが、私は、イギリスに住んだことはありますが、語学学校に通いつつ、ただでも、半分はちょっと日本の生活にちょっと嫌気がさしたり、外国にちょっと住んでみたいという思いで留学したので、あんまりこう語学の習得に力を入れず、イギリスの方とコミュニケーションを取れなかったので、なかなかそういう恋愛について深い話をしてないんですよでね。も恋愛してる人とか、結婚してる人とか、そういう人に会ったんじゃないですか？そうですね。なんかこう、イギリスの家庭の雰囲気とかを感じたりはしそうか。ましたね。それでなんか感じませんでした？例えば、僕の友達の、田舎のうちに行った夫婦を見たりとか。奥さんよりも旦那様の方が愛情が強いなっていう印象はあり感情が強い、奥さんに対して？ます。もちろん奥さんも旦那さんのことを愛してるんですけど、よりも、私のその感覚だと、その夫婦の場合は2倍ぐらい、2倍以上、なんかすごく奥さん愛されてるなっていうのは感じました。日本だと、なんかその、女性が男性に対して愛してるけど、男性あんまり男性は結構さっぱりしてさる、っぱ愛り。情表現も言葉でしないし、なんかね、こう、冷めてるわけではないけれど、態度がやっぱりなんか素っ気ないとか。こういう日本だとね、なあるりほまどね。すよね。そっか。そう感じました。感じました。田舎で。旦那さんの愛情はありました？あると思います。あとは、その奥さんの方の彼女から聞いたお話で、いろいろと、なんかこう、束縛までではないんですけど、なんでしょうね。なんか、奥さんは子供を欲しいって思って、出たみたいですけど、旦那さんは、子供ももちろん欲しいと思ってたんでしょうけど、それよりも奥さんとの時間を大事にしたああ、子供、い。それ面白い子供ができると、やっぱり子供中心の生活になったり、奥さんはやっぱり母親なんで、子育てに集中しちゃうっていうところが、やっぱ寂しい、男性としては。それで子供を設けないと。
あんまりそういう奥さんほどこうそういう気持ちがなかったみたいですね。それで奥さんはそれで OK なんですか？いや、なんかやっぱりこう欲しいけど旦那さんがあまりこう、欲しがってないんだみたいな話を聞きましたね。それでいいならいいですけどね、お互いね。2人の時間の方が今は大事っていう感じで、はい、話を聞いたので、それはそれで素敵だなと思いますけどね。うん、それはでも男の人はそれをどうだろう、まあ、どっちが勝るかですよね。うん、そうね、あんまり、ね、子供が欲しくないんでしょうね、でもその旦那さんは。要するに、欲しかったらそんなことがあんま考えない、ね。そうです ね, ね。あんまりそうですね。欲しいと思ってなかったのかもしれないです、ね。それだったら、奥さんと2人でラブラブで。うん、はい。うん、まあ、でも違くなると思いますけどね、子供を産んだ場合の、その家族としての奥さんを愛したいとか、もあると思いますけどね、うん、その子供が生まれたことによっての、その奥さんを愛したいとか、そういうこともあると思うんですよね。うん、なんか3人なり4人なり5人家族の中の、奥さんみたいな。みたいな、そうですね。まあ、だったら、まあ、ずっとカップルでいいと思うんですけどね。結婚っていうか、結婚と、その、お付き合いするの違いは、ね、家族を作る前提があるかどうかだと思うので、うんうんうん、なんかね、まあまあ、そうは思わない人もいるんでしょうけど、うん、白人イギリス人ですか？そうでしたね。二人とも白人、ホワイト。旦那さんは白人のイギリス人の方で、さんは日本人の。そうですか。まだ結婚してなさる。結婚生活幸せそう。続いてる。はい。で、子供は欲しくない。子供、奥さんは欲しい。できましたね。なんで？そうですか。で、旦那さんがっかりみたいな。どうなんでしょう。お子さん、2人目が生まれるとかいうのを聞いてます。そうなんですね。なるほど。旦那さんなので、まあ、旦那さんちょっとインタビューしたいですね、今ね。どういう気持ちなのか。ね、うん、まあでもやっぱり、できたらできたで可愛いと思いますけどね。うん、よかったって思ってると思いますよ。うん、そうですよね。うん。それ。ね、望ましいですか、それが一番、ね。そう思ってなかったら悲しい、ね。子供できた、みたいな、ね。うん、まあ、でも女性として見えなくなっちゃうとか聞きますけどね。子供を産んだ後とかっていう言い方をする人もいるけどね。女性として見えなくなるっていうのは、子供を産んだことによって。どういうふうに、お母さんっていう。まあお母さんになっちゃうとか、あとその、まあ子供のことを面倒見るから、うん、旦那さんのことを面倒見てらないとか、もうね、いろいろあるんじゃないですか。体の形が変わるとかそういうのもあるだろうし。それは女性からすると本当に悲しいですね。悲しいですよね、それね。母親になっても女でありますから。はい、うん、はい、綺麗でいたいと思うし。はい。うん。そうですね。まあ、なんかそう、なんか、だからそれとその辺は、だから男性が、勝手にっていうかね、イメージだと思いますけどね、単なる。イメージで、そのものに。うん、しちゃうというか、うん、うん、産んだことがない女性と産んだことがある女性みたいな風に分けるん、分けちゃうのかな。伊達さんどうですか？僕は経験ないですけど、そういうもの関係なしに愛したいですね。だからそういうことが起きても、何が起きても子供生まれようが、うん、はい、その女性を愛したいと思って結婚してるので、はいはい、うん、ね、子供が生まれてそれでおしまいっていう恋愛愛はしたくないので、うん、やっぱりこう、うん、うんうん、ね、愛し、まあ、その、どうなるか分からないですよ。ただ愛し続けたいっていう願いはありますよね。うんうんうん、なんか、ほんまにね、若い女性だからとか、年を取ってるとか、そういうのは恋愛にとって関係ないと僕は思うので、うん、肉体的な恋愛だけではないので、
ていうのは、そういうものを超越したところに行きたいですよね。私の理想としては、結婚して子供ができた時に、こう家族の中でこう誰が一番大事かとか優先順位をつけるのは良くないんですけど、でもやっぱり旦那さんがいて、そこにお子さんが生まれたっていうことなので、やっぱ一番は旦那さんを大事にしたいなっていうふうに思います。だからあなたが生まれてきて、私たちは幸せなんだよっていう風な、こう家族を持てたらなと思いますね。まあね、でもそれはね、産んでみないと分からないと思いますけどね。それはね、真逆になるかもしれないですけど。そうですね、本当に子育てって大変だと思うので、想像できない領域ですけど。愛のあれが、ね、種類が違う。これ多少あるとは思うけど。もし聞いてる、今聞いてくれてる中でね、家族がいらっしゃって、お子さんいる方も結構。コメント書いてください。いるんじゃないかなと思います。何かこう、今、現在進行形のお悩み、もしあればコメントください。伊達さんが答えてくれると思います。はい。答えてください。え、じゃあ答えですか。ここは答えですね。はい。そうですね。誰かコメントをいただきたい。ね、こんなことで、最近イライラしてますとか、イライラしてます。こんなことしたいです。でも時間がないですとか、何でも、逆にね、幸せなコメントも聞きたいですしね。とある友人も見てるようですけど、とある友人質問があれば、恋愛のことについて語ってくる人がいるのでね。なるほど。LINE では見てますけど。ぜひぜひコメントください。ね、というかお話ししましょう。ね、いや、他にないですか？僕、その恋愛運とかだったら永遠と続きます。ね。永遠と続きますけど。まあ、じゃあ、よく言う、運命の人。出た。この人しかいないっていう、こう、ビビッと来るっていうのは、まあ、私は経験がありませんが、はいどういう感覚なんでしょうか。そう言ったら僕はあるみたいな。ありますか。そう言ったらあるみたいな。まあ一応これ一般論で話させていただきますけど、はい。まあやっぱりなんだろうな、それ、その、なんだろう、科学的というか、ロジカル的というか、そういうものがないわけがないと僕は思うのが、まあ、なんていうのかな。まあ、人間は二つで出来上がっていて、やっぱり、はい、男性性、女性性、二つに分かれて、もともとは一つだったので、はい、で、それ分かれているというところは、ということは、もう片方がどこかにいると僕は思うんで、はい、そういうものが、なんていうのかな。フィジカルなもので、あるとも思うし、それをなんかフィジカルなものを超越した何かっていうのがそこにあると思うんですよ。なんか多分まあ芸術アートをやってるからそれをよく感じるっていうのはあると思うんですけど、なんかその言葉では言い切れない何か、そこに絶対に何かがあるっていう、もう一個のものというか、そういうものがないわけがないって感じるんですよね。で、なんか運命の人っていうと、最近知ったんですけど、自分の中で。はい、一つに対して一人ではなく、はい、ある意味、誰でも運命の人になれると思うんです。ただ、そのレベルが低いだけだと思うんですよ。レベルっていうのは？その、一緒になるレベルというか、はい、うん。それがその、だから自分がこう培って、幸せになるようにね、日々鍛錬していくことによって、それに近づくと思うんですけど、それ例えばね、ある人と大恋愛したとします。で、その人とダメだったとしても、それがやっぱりステップアップになる
と思うんですね。うん、だからその人が、ある意味運命の人でもあるんですけど、うん、やっぱりそれは自分が超越したことによって、その人以上の、なんていうのかな、存在レベルというか、人間的レベルというか、そういうものになっていくことによって、またより素敵な人に会えると思うんです。だからそれを繰り返すことによって、はい、よりその自分のあれ、まさにありのままの姿ということですけど、はい、エゴを捨てていくことによって、うん、自分とぴったりの人物っていうのが現れると思うんです。うん、だから、それが、ね、その人がやっぱり磁石というかね、引きつけられるんだと思うんですね。もう一人の自分であるわけだから。うん、深いですね。こう、目にはやっぱ見えないもので、全部つながっているものが。なんかやっぱり磁石的なものっていうのはあると思うんですよね。うん、なんか、偶然というシンクロニシティと言いますけど、はい、リングの心理学では、偶然性っていうものがあって、そういうものはやっぱり、うん、もう実際、その恋愛とか関係なしね、そういうことは起きるので、うん、それはやっぱり目に見えない何か磁石的なものというか、うん、科学では証明できない何かこう、引きつける能力っていうものはあると思うので、うん、うん、そうだな、いろいろ質問してくれると僕、答えるんですけど。じゃあ、どういう感覚になれたら、運命の人か、その人が運命の人ってこう、判断できるんでしょうか。それはだから会うと分かっちゃうんですよね。会う、ちゃんと対面で。うん、うん、分から、うん、対面もちろん。インターネットじゃなかなかないと思うんですけど、うん、インターネットの方はあり得ると思いますよ。ただ確率的に低くなっていくと思うんですよ。っていうのは、うん、実践でこう僕らは現実世界の中に生きてるので、はい、電子的な電磁波とか 2D の世界では生きてないので、うん、なかなか捉えにくいと思うんです。っていうのはなんていうの。なんか3次元の世界って、うん、ミラクルを起こせるところにより近いと思うんですよ。現実世界のものって、はい、っていうのはやっぱり存在しているから、僕らがその存在している中で存在している力を発揮しない限り、やっぱりそういうものって引き寄せられないと思うので、うんうん、まあ日々自分も鍛錬していれば出てくるけど、いやそういう方に会うと、うん、なんだろうな、なんだかわかんない確実的な直感っていうんですかね、感じるんじゃないですかね、はい、それが、まあ、皆さんそういうことってあったと思うんですけど、うん、これは絶対いけるとか、これは絶対何か起きるとか、うん、そういうものが超越した何かっていうのも、まあ、だから片方、うん、片方を見つけるって感じですよね。もう片方、自分の元片方。で、それは、微妙に似てるんだと思うんですよ。全く同じじゃないんですよ。だから、片方だから、はい、相反するところもあると思うんですけど、はい、ね、全く一緒ではないと思うんです。だから、その微妙な感じの一緒っていうものが、片方っぽいっていうか、うん、ここなんかこうね、手が合わさる、ジグゾーパズルでカチャン。で、恋愛で、ちょっと会って 95% ぐらい会うとか、80% ぐらいこの人素敵だなぁとか思って、恋に持ちる。会うとか絶対会うと思うんですよ。はい、で全体的に合わないから、なんかギフシャクするんですよ、ね。それじゃやっぱりダメで、で、みんなそれで妥協しちゃうんですよ。あ、この人いいな。で誰でもいいんですよ。誰でも会うんですよ、そりゃ。会うところは、ね。ないわけないんですよ。見つけたいし、探しますし。うん、恋愛できてるってことは、まあ、5% と 3%。うん、合っちゃうんですけど、ここちょっと違うなって思ったら、うん、すぐ即さまやめた方がいいですね。即さま、即さまやめた方がいいですね。それがたとえ本当の運命の人だったとしても、違うなと思ったらすぐやめて、で、また新しい方向に進まないと、自分も磨けないし、っていうのは自分を嘘してついてるじゃないですか。っていうのは、恋愛っていうのはやっぱり鏡だと思うので、うん、自分の鏡ね。うん、うん、だからなんでこんな人と付き合ってんだろうっていうのは、あなたがそういうレベルであるからだと思うんです、うん、それを受けられないってことは自分も受けられてないっていうことだから、うん、自分がも磨かれてないっていうことで、そうですね、ということはですよ、やっぱり自分に似てる片方になっていくんですよ。そうで、うん、さっき言ったそのロジカル、
ってことを言ったのは、うんうんうん、いやまあアンコンディショナルラブって言ったんですけど、無条件の愛ですけど、無条件の愛っていうものができるようになるには、というかできる人、うん、そうね、うん、無条件の愛を与えるし与えてくれる人、うんうん、だからお互い結果的に訓練が必要だと思うんですよ。そんなね、だから逆に難しいと思うんです、運命の愛の方が。それをやりたくないからみんな適当に妥協しちゃっていると思うんです。そんなもんねえよっていう、そんなもんないよっていう人は本当多いと思うんですけど、それはやっぱり妥協したいんですよ、はい、皆さん。だからそんな難しいことやってらないよっていうのが、うん、皆さんのご意見なんで、うん、もしかしたらですよ、今人口が増えてるのはそこなのかもしれないですよね。皆さん妥協してるんですよ。だからもう妥協をやめればね、人口が減っていくと。なるほど。運命の人だけを探さない限りはもうシングルでいなさいっていう。だってですよ、引き止まれば、好きでもない人と恋愛して子供なんて産まないでほしい。結婚するのは自由ですよ。うん、子供を産むのは、もう本当にもう、死ぬ覚悟だっていうかね。うん。子供が欲しいと皆さん言いますけど、その人の旦那さんなり奥さんも子供なので、うん、その人を 100% 愛してないのに 120% 愛してないのに、どうやって子供を愛せるのかと思うんです。だから。ああ、それは私、うん、感じたことありますね。うん。だからそれ、うん、そうじゃないのに。うん。この人の子供を設けたとしても、可愛いんだろうけど、愛せる自信がないという感覚でしたね。うん、だってね、嫌悪感あったら、嫌悪感ある子供になっちゃうんで。うん、やっぱりその、パートナーに対して、こう、受け入れられない部分が、例えば子供もそういうところが遺伝してしまうと、うん、やっぱりそこに対して、こう、対応できる自信がないとか、そうですよね。思いましたね。なんか、そういうところで、本当なんかこれって、すごく抽象的な話にも変わるけど、うん、今、その、いろんなね、子供に対しての虐待の事件とか多いのは、はい、本当は僕はそこから来てると思うんです。はい。だからなんかそのね、いろいろ誹謗中傷とか、そういうひどい鬼に対して、ニュースとかで言う人はいますけど、はい。YouTube のコメントなりね。はい、でも、そういうことを言ってる人が果たしてそれで愛を語れてるのかと思うので、うん、うん。まずはその、まあ、僕のオンラインサロンでも言うように、まずは自分から、こう、ね、正しいというかね、正しい方向へ自分を導いて、120% 愛せる人がどこにいるかということで。で、愛せない人とかね、なんか私は運が悪いとか言うけど、そんなのなくて、男も女性運もなくて、自分を表してる相手が今お付き合いしてる人なので、いろいろ愚痴を言っているということは、もうその人と別れた方がいいので、まずは自分磨きをして、はい。で、それをすることによって、より美しい人と、出会えるので、やっぱり今のこの社会では、洗脳が多いですから、洗脳も誘惑も多いですから、好きでもない人と結婚してしまったりとか、好きになってしまうんですよ。ね。メディアとかでね、この人は美しいとされてるから、この人は美しいんだろうって思ってなくても思ってるんですよね、やっぱり。うんうんうん、大体似てるとか。そうですね。なんかこう、世間一般の評価に自分の見方も当てはめてしまったりとか、っていうところは少なからずあるのかなと思いますね。はい、ちょっと僕は喋ってあるんですけど。いやいやいや。どうですか？いや、いろいろ語ってくれて、語れますね、たくさん。はい。なんかちょっと、しゃべって。いや、笑ってないで。私が語れることなんて本当に。え、なんかあるでしょ。もう、伊達さんの100分の1ぐらいしかないと思います。まあ、ね、私も恋愛はしてきましたが、やっぱり、今一人なので、ね、全部じゃあ失敗したという、失敗っていうことは良くないですね。まあ、
いろいろ経験もして、まあ、なんでしょうね、今そういう、パートナーがいるわけではないので、これからちょっと自分を磨きつつ、いろんな人を見ていきたいなと思って、一人でいることっていうのはすごい大事だと思うんですけどね。はい。一人でいれる人もかっこいいと思うので。はい。ね。そういう人の方が結構なんかね、すごいいい人と出会えそうな気がしますね。っていうのは、中途半端な人とね、付き合ってばっかりいると、自分が見れないので、ごまかしになっちゃったりするので。まあ、本気でこの人だって思って、本当にこの人と一緒になりたいっていう人と現れればね、全然ゴーサインでいいと思うんですけど、この人が行くかなみたいな感じだと、単なる時間の無駄になってしまうと思うので、常に恋愛は本気で。そうですね。本気でしてきたつもりです。いいと思いますね。はい。それで、そういうのがあって一人でいる時が、一番こうね、充実すると思うので、本当に勝手に現れると思うので、素敵な人。そうですか、ね、勝手に引き寄せられるので、焦ると。はい。焦ると。焦ると選択を間違えることも。そうですね、絶対間違えますよね。なんていうんですか、ことわざでありますか、こうね。二と思うじゃないですけど、まあ、ね、追っかけたら逃げるの人は、引き寄せるっていうことですね。何もしないっていうのは、本当これね、武道でも何もしないって素晴らしい。一番難しいことなんですけど、何もしないんですよ。何もしないっていうのはね、非常に難しいので、何もしなかったら寄ってくるので、なんだろうなっていうんで寄ってくるので、それはまあ恋愛でもそうだと思います。例えば、なんだろうな、もう知らないみたいな感じ、もう知らないとか言うね、なんか別れを告げられて逃げたりする人を追いかけない方が寄ってくるんですよ、絶対ね。そう、逃げていった相手が。そう、逃げていったところは、ある意味そのね、心理的には、逃げていくということは追ってかけてほしいという心理でもあると思うので、相手がね。だから、追いかけない方が、あれついてこないなっていうんで、それで、ね、だーっとずっと逃げ続ける人はもう勝手に逃げつけてていただけたらいいんで、ね、でそれで止まってあれか、思ってこないなって言ったら気になって戻ってくるんで、そうそうそう。なんかそれで戻ってこないっていうことは、その人とは関係なかったということなので、何もしないってことです。何もしない方が、磁力っていうかね、そうですね、磁力を引きつける能力が高まると思うんで、っていうのは、その、一人の人に集中してしまうと思うし、その人を追いかけたら、それ集中型になっちゃうので、何もしないくて、こう、自分のことに集中することによって、こう、磁場というかね、そういうものを高めると思うので、はい、それをすることによって、本来の自分にとっている、合ってるっていう空気というかね、そういうものを引きつけるから、何億人、何千億人っていう人なり、動物なり自然というものをこう引きつけることが。そう、だから僕はビーガンやったりとか。あ、伊達さんビーガンですか？はい、ビーガンですけど、ファスト、ポスト、ファストフッチ。オートファッチ。オートファッチ。なんでファストって言うんだろう。ファスティングね。とかやるのは、はい、そういうことをすると、こう、センシティブになれると思うので、まあ、十分センシティブなんですけど、センシティブになるっていうことも結構重要だと思うっていうのは、敏感にならないとこう感じないものっていうのもあると思うの で、やっぱり口にするものを変えることで感覚も研ぎ澄まされますか、すごく。だと思います。まあ、繊細でいることでちょっとダメージも多かったりすると思うんですけど、はい、そうでもね、繊細でない人の方がぽっくり死んでしまったりとか病気になったりするのが多いのは、その危険だっていうところが察知できないと思うので。なるほど、はい。ね、ちょっと症状が出てたとしてももう気にも止まらないっていう感じなんじゃないですか。
風が吹いて風さんいないでとかいう感じじゃちょっとまずいと思いますけど、まあ、直感が鋭くなるんじゃないですか、思いますよ。センシティブである。あと、なんかその、ほら、繊細っていうじゃないですか、日本で。はい、まあ、繊細って言われて嫌だっていう人結構多いんですけど、うん、繊細であることって重要だと思いますけどね。そうですね。今の話の流れで繊細って聞くと、いい風に聞こえますけど、うん、まあ、急にあなた繊細ですねって言われると、なんか、あなた気にしすぎですよって言われてるような。監督にネガティブに聞こえたりしますね、うん、やっぱりあの日本だとあの英語で言うトクシックマスクリンって言うんですけど、はい、トクシックマスクリン、だから毒性の、男性性っていう言い方をするんですけど、うん、そういうのがちょっと強すぎて女性にもそういうものが、うん、あの浸透していってて、うん、あのそれは男性にも女性にも必要ではないものなので、うん、いわゆるなんか見栄だったりとか、なんていうのかな、あの暴力的だったりとか、うん、そうですね、まあ暴力的なのは非常に良くないですけど、それはあの暴力振るうというではなく、暴言でも全部そうですけど、はい、エゴによって作り出されて、うん、いるもの。なんかそういうなんか分厚い膜というかね、そういうものが、うん、あのいろんな人、ね、日本人特に強いと思うので、うん、なんかそういうものを、まあ、繊細でいいんだよという世の中を作っていくことが大事じゃないですかね。うん、それができてないから、見栄を張ったりとか、本当前今回日本帰ってきて思うんですけど、はい、本当にあの分厚すぎ、だからね、先ほど言いましたけどやっぱりこう、はい、行きにくいですよね日本は。そう感じました今回の。そう、なんか助けてくれる人がいないです。うん、一歩間違えると本当に。だからなんかニュースとかではね、いっぱい出てくるんだけど、普通に普段歩いてたら、そんな人いるかなみたいな感じなんですけど、例えば電車的に切りつけたりとか、うん、はい、ね、今日もなんか警備員とか言ったと思うんですけど、はい、そういうのなんか、そういうのあるかなって思うんだけど、そういう普通の日常でそういう人が出てくるってことは、ある意味、ある意味ですよ。うん、なんか、それを見えてない自分、僕らがいると思うんです。うん、隣の隣人だったりとか、ね、うん、下の人とか、なんかね、そういう人たちがいるかもしれない。なんだろう。よくニュースでもあるじゃないですか。なんかあんな人とは思わなかったとか、いや全然しゃべんないで変な人なんですよとか、うん、だったらじゃあ声かけたらいいんですよ。そういう人たちとかね。だからそれは危険信号を出してたりすると思うし、うん、そういうコミュニティをもともとあったわけで、日本にはね、まあヨーロッパでもそうですけど、ニュークレファミリーっていうね、核家族。はい、だから、うん。その家族っていうものがなくなってしまったので、うん、コミュニティの中でこう助け合うっていうことができないと置いてけぼりになってしまう人もいる。うん、だからこそエゴも強くなるんじゃないですか、うん、それで見栄を張って俺はこうだって。そうですね、それは想像できますね。うん、なんかこう自分の存在がわからなくなって、他人からの評価を求めて、でもやっぱりこう、うまく自分のその気持ちが伝わらなかったりして。そうね、なんか繊細であることが許されない世の中であるから、うん、繊細であるといじめられたりとか、あの悪いこと言われたりするので、うん、うん、この子だと親から泣かないでみたいな。泣かないで、男なら泣かないで。そうですね、そう言われたりとか、強くなりなさいって言われたりとか、そういうことを言われてきた方もいるんじゃないですかね。います。そうですね、男なら怪我してもいいとか、ね、たくましくあれみたいな、うんうん、まあそれは男性のイメージなんでしょうけど、そうじゃなくてもいいかなと思います。いろんな人がいて。男性だって女性よりも繊細な人もいますし、うんうん、女性でも男性よりたくましい人いますから、うん、はい、そんなのは、あの勝手な、ね、生まれた時にね、違うんで、環境によっても変わるし、うん、ね、両親がどういうふうに育ったかにも変わるし、そんな、みんながみんな同じように、男はマッチョマンで女性は繊細であってありえますから、うん、まあ、あの、多少はね、やっぱりあの、
ね、女性は子供を産んだり、あるので、はい、それによって多少精神的な作用というのはあると思うけど、はい、まあ、枠付けは良くないですね。そうですね。なので、ね、そうですね、運命の人を見つけるにはっていう本を書きますかね。ちょっと仕立てとして、はい、そうですね、うん、本を出していただけたら、はい、救われる女性も大勢いるんじゃないでしょうか。女性男性ね、うん、男性もそうですね。これですかね。うん、コースとか作ってるのが怪しいですかね。コース、うん、コース、運命の人を見つけられるコース。ちなみに見つけられなかったらどうするんですかね。お金返ってくるんですかね。お金ってか、授業料やっぱり取っちゃうのもまずいですかね。どうなんですかね。無料体験みたいな、無料で。まあでも、こう、見つからないとしても、やっぱそれに期限はないので、一生見つけに、探しに行くんじゃないですかね。もう期限、そうね、期限ない。期限なんてないと思いますよ。ああ、そのコース内に見つけなくても別に、うん、OK みたいな。それを学べることで、まあ、一生生かせることができる。一生生かせることが。うん。うん、でも、後でなんかそんなこと起きなかったぞっていうふうに言ってくる人がいるかもしれないですよ。それは、じゃあ、伊達さんのせいにされるということですかね。でも、なんか自信はありますけどね。うん、非常に。お、まあ、運命の人っていうかね、幸せになる、幸せになる、それはちょっとね、抽象的すぎる。運命の人を見つけるには、みたいな。興味あるかな。でも、そういうと、運命の人って、やっぱりみんな見つけたいと。どうなんでしょうね。そうなんでしょうね。だから、運命の人を見つけることがゴールかって言ったら、ね、今日はその恋愛についてなわけですけど、はい。僕個人としては、見つけたいなと思うかな。うん、まあなんかそのね、幼い頃とかはなんか、まあ、なんかいろんな人と付き合うのもいいかなとか、1000人ぐらい奥さんいたらいいかなとか。1000人ですか。思ってたかもしれないですけど、すごいですね。やっぱり一人の人を愛するってことは、運命の人ってことは要するに一人の人を愛するってことじゃないですか。うん、時間、時系列関係なし。はい。っていうことなので、なんかそれはなんていうのかな。いや、そうそう。プロダクトにしちゃいけないと思うんです。はい。人間って生死じゃないと思うんで、はい。そこに条件付きになっちゃうわけですよね。はい。条件付きじゃないっていう、こと、はい。っていうのが、残り1分40秒がインスタグラムどうしたらいいんですか。大丈夫です。インスタグラムは途中で切れてもいいんすか。はい、申し訳ございませんが、いやいや、そんな、どうするんですか。いやいや、また続きはまたコメントに書いてもいいですし、じゃあその続きは YouTube っていうことで。YouTube の、はい、何これ、恋愛について With Maki。 はい、そうですね。そっちに移動していただけたら続きは。じゃあ、一気に1万人ぐらい。はい、YouTube が U で、はい、youtu.be スラッシュ数字の1 SV、V はビクトリーの V ね。アンダースコア S で大きい、大文字の CTF、小さい小文字の M、大きい文字の J、小文字の K。はい。そっちに行っていただけたら。まあ、というか、サトシだけで。はい。続きは聞けます。あと残り27秒になりました。何の話だっけ？もし聞いてくれてる方がいたらありがとうございます。ね。こんなライブ初めてしましたが。楽しいですね。楽しいんだ。楽しいです。聞いてる人は確実にいると思いますけど。本当かな。なんかこう、コメントをまたいただけたら嬉しいです。では、3、2、1、バイバイ。はい。で、YouTube は続きますけど、はい、なんて言ったっけ？
そう、だからそうそう、プロダクトにしちゃいけないと思うんで、製品にしてしまう。だから、この人が、例えば子供がいないなら嫌だとか、この人、年取ってから嫌だとか、この子、何、この人は今学生だから嫌だとか、ディサビリティでだから嫌だとか、精神的におかしいとか、何、片付けられないから嫌だとか、お金稼げないから嫌だとか、ね、そういうのは条件付きなので、結果的に製品になっちゃうと思うんです。だから、それをやってたら永遠に終わらないんですよね。それがいいならいいんですけど、でもそれって本当の幸せじゃないと思ってて、で、まさにそれって、自分を受けられないからこそ相手を受けられないと思ってるので、まだその修行が足りないのかなと思うので、やっぱりこう、エゴを捨てれば捨てるほど自分に近づくと思うので、それで自分を受けられるということは、そのぴったし感覚の人が現れ現る。れ、まあ、その現れてる状態では向こうも鎧を脱ぎ去ってると思うので、脱ぎ去ってなかったとしてもね、会えると思うんですよ、そういう人とは。そしたら、やっぱり別れっていうのが来ると思うんですけど、で、その時にまた彼らが、ね、パートナーが脱ぎ去ってくれると思うんです、一人になって。そしたらまた出会いが、あると思うんですけど、そうですね。だから、無条件ないっていうことができる人って相当いないんで、というか、相当いないですよ。本当に。無条件の愛本は当に、なていうかのは、なか難していうのはいですよなんか、ね。肉体的にも、すべてを愛せるかって、本当そういう、本当難しいことだと思うんです。なんか、好きでもない人とね、そういう関係にできるって言いますけど、でもそれってやっぱり自分に嘘ついてるからできると思うんですよね。だから、この人は美しい人だ、この女優に似てるとか、男性に似てるとか。で、それを自分に洗脳させて、付き合いするってこともあるんですけど、付き合いするっていうのは自分を全てさらけ出すことでもあり、相手を全て受け入れることでもあると思うんですよ。でも、受け入れてないのに受け入れてるふりをするって相当な苦痛だと思うんですよ。それはずっと続いちゃいますね。それで辛いでしょ？辛いです。そ辛い状う。況は辛い状続き況をますしてよも意味ね。ない。痛い。傷掘ってんのと一緒ですから、自分の傷。それはもうやめた方がいいですよ。応急処置もしないと。ね、そうそうそう。傷の処傷だ置。らけですよ。痛い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 。僕とかそうです。無理無理ですよ。なんか、うわーってなる感じですね。すぐもう、ダッシュで逃げ出してるんですよ。ダッシュで。ダッシュで逃げ出してるんですよ。その時に、やっぱこう、ね、パートナーに対して不満なり、こうなってほしい、こう変わってほしいっていうところで、まあ、それをね、伝えることは大事だと思うんですよね。でも、そまあれで、ね。なんでしょうね。相手が、まあ、変わってくれたら、直してくれたら、それでいいかもしれませんが、相手にとってそれはいいことなんまあ、だから、それは度合いじゃないですか。小さいことならまあいいと思いますけど。でも、それを、まあ、ある意味求めてることも、ちょっと条件付きになってしまうっていうのになってしまうんですけど。それでね、変わるかっつったら変わんないと思うんですけどね。それは一緒に過ごしているフラットメイトと一緒で、何々してよって言われて変わるかっつったら変わんないと思うんで、ものによると思います。その辺はまあね、いろんな人と相談することも重要だと思うし、こうしてくれたら嬉しいな、みたいで。まあ、その辺は妥協ではないけど、近づいて、あげる。お互いちょっとこう近づいてあげるっていうことだと思うんですけど、相手を思ってね。だから気づきを与えるという意味ではいいんじゃないですか。あ、そうか、僕はこういうとこは良くなかった。でも、それが苦痛になるんだったら良くないので、それはもしかしたら相手側が、無理やりというかね、自分が我慢すべきことなのかもしれないし、我慢する必要もなく、ただ単に受け入れて、あ、こういうもんなんだなっていうことを、だって完璧な人なんていないので、そうだとだっ思たら自い分とま付き合えばいいんですよ。でも、自分と付き合えばいいと思うけど、自分でも悪いこと分かんないのに、他のその自分のできることを、これができないって結構、それが喧嘩だと思うんですよね。だから自分が A のことができないけど、B のことはできるから、B のことを相手に申し付けるけど、
自分の悪いことは何も言わないみたいなことになっちゃうので、うん、あの相手が完璧ではないということは自分も完璧ではないので、そうですね、その辺じゃないですかね。でもまあその会う人っていうのは本当に相性があって、120% 愛せて、無条件の愛ができるという人、いわゆる運命の人という人は、その辺がスーッとこう自然にいくじゃないですかね。はい、だからもう、うん、悪いとこあっても別に、なんていうのかな、そこまで気にならないというか。うん。まあいいんだと思いますけどね。で、まあよくね、宗教的なものとか、スピリチュアルの話とかでは、それ出てきますけど、まあ、僕はその肉体的な、愛というものっていうのはすごく重要だと思うので、宗教とかそういうものは結構否定しますけど、非常に重要だと思うので、肉体とまあ精神と魂的なものというのが3つこうつながっていないと、猛烈に愛せないし、魂はまた違うものですか？精神と魂、精神はやっぱりマインドなので、考え、心をとかですよね。魂っていうのはやっぱりそれを超越した、なんていうか、まあ、見えない何かっていうものじゃないですか。なかなか魂を自分で自覚するのは難しいのかな。だから魂はだからあるものなので、自覚することではないし、はい、変化するものではないと思うんです。まあ、だから要するに、魂っていうとスピリチュアルですけど、まあ、原型みたいな感じですね。自分の原型。で、精神っていうのはそれを僕が考えるには、連なるトンネルのような、マインドに通じてくれる心と、魂と、肉体をつなげてくれるものが精神であるということだと思うので、だから精神で通じている間に嘘をつくんじゃないですか。だから肉体も変化していったりするのがね、顔が引きつっていく人とか嘘ついてる人が多かったりとかあると思うので、その辺はこうね、ほだらかに一個折りと笑えれば、うん、笑い顔が美しくない人は多少嘘ついてる人でもあると思うんです。うん、うん、と思います。だってそれが本来の姿。笑い顔をね、嘘ってなかなかつけないと思うので、リラックスしてる。だから、その魂、そうね、だから本来の原型っていうものが通じ合うこと、うん、同じ魂の色というかね。そういうところを見極めるには、そうですよ。まさに、今発見した。だからそう。発見しました。そうですよ。だからもうありのままになるしかないんですよ。エゴを捨てて、エゴを捨てて、エゴを捨てて、エゴを捨てて。ボロボロボロって繊細である。でもそういう状態ってもう、ヤドカリさんがこう、なんていうの？貝を、から、貝を投げ捨てて新しい貝に行こうとしてる状況ですから。今のその社会ではボコボコにされてしまうから、そういう、だから僕の考えでは、まあそういうガラスのね、ガラスの貝、ガラスのヤドカリ、ガラスの貝を持つヤドカリになれば、バリアもできるし、すべて自分のあるのも見せることができると思うので、僕はそれを目指していけたらなと思いますけど、まあ、多少のね、バリアというかね、守る術を持ってないと、集中攻撃に遭うので、でも、そういう人たちがビクティムになってるわけですよ。精神疾患になってる人とか、悪行じゃないけど、悪いこと。悪いことのね、はい、そういうところに行ってしまう人たちっていうのは、うん、彼らが悪いんではなく、僕らが悪くて、彼らにそうさせてしまっているわけなので、社会のせいでございます。だから、そういう人たちを守ってあげなきゃいけないんですよね。そういう守るっていう意味では、日本は守るような感じの雰囲気はないと。ないですよね。ゼロですよ。ゼロじゃないけどさ。ゼロじゃないですけど。なんかね。弱者を助けるって、そういう意味では、まあ、ヨーロッパの方がまだキリスト教の良い部分という、いや、仏教でもあるんですけど、ね、弱者を助けなさい。まあ、キリスト教だったら隣人を愛しなさいって言い方をしますけど、悪人でも愛さなきゃいけないんですよね。それはどこの宗教でも、伝統的な考え方でも、
あると思うんですけど、うん、その人が悪いわけではないと。そうです。社会が作り上げた環境の中で起こっていることなので。そうです。自分もそれの一員なので、うん、相手をこう悪く思ったり批判するのは、うん、おかしな話なんですよ実はね。うん、うん、まあ一人一人がありのままの自分で。そうですよ、ありのままですよ。正直に素直に表現できるように生きられるようになることが伊達さんの理想とする社会ですか。はい、そうですよ。だからそれしかないです。それをすれば別に何の問題もないです。うん、エゴの塊ですから世界は。ね、何から始めたらいいんでしょうね。まずは一人から、そう言ってる自分自身からです。はい、ダイビングしていただいて。はい、まあそういうね、こうそこでやっぱり日本人はこう日本語しか喋られない、話せない人が結構やっぱり昔に比べたら、あのね、英語を話せる方も増えてきてると思いますが、なかなかまだまだ外国人と交流するのが難しい人が多いと思うので。あのね、僕もヨーロッパに行ったんですけど、うん、あのそれはかなりの、 あの重要な部分だと思うので、うん、あの外に出るということがね、いかに大事か、いかに大事かってことなんですよ。外というと、まあ、日本から出るという、ね、そうですね。できればアジアよりかは、うん、近くに、まあ、まあ、ヨーロッパがいいですよね。ヨーロッパ、アメリカは、まあ、アメリカも、あの、ヨーロッパは、ね、推薦しないですけど、ヨーロッパは、まあ、いろんな国があるので、アメリカとアメリカだけになっちゃって、やっぱりヨーロッパがいいっすよ。ヨーロッパですか？まあね、ヨーロッパはどっか行ってください。イギリスなんかおすすめですか？イギリスはおすすめです。あの、ロンドンは、あの世界で一番、あの、多文化が、あの、集中して、はい、あの、いろんな人を受け入れる体制ができているので、あの非常に非常にあの素晴らしい場所です。イギリスじゃなくてロンドンね。ロンドンですか。ロンドンです。ロンドンです。これみんな見えてるのかな。見えてる。うん、あのだからあの。私もあの外に出なきゃダメですよ。そうですね。あのね、いろいろやり方あるんですよ。はい、恋愛の話ですけど、その恋愛の相手を見つけるにも、外に出るっていうことですよ。自分を鍛えなきゃいけない。っていうのは、あのね、あの、何をしたらいいのって思うんですけど、やっぱ自分磨きするには、まあ、あの、今回のね、ロックダウンなり自主隔離なり、その自分で、あの、一人になって、こう、いろいろ集中してやるってこともありますけど、はい。すいません、水いただけますか？水いっぱい。ちょっと少ないんですが。ちょっと、ね、水道水にこうクイッとクイッとこう入れてほしいわけですよ。ちょっと待ってください。だからあのすべてにおいて、まあ、恋愛はと恋愛はやっぱり一番難しいですよ。最後の関門ですよね。これに関しては。最後の関門っていうと。最後の関門。あの世界中の人が泣くアートを作れって言ってもそれも難しいですけど、はい、恋愛もまた難しい。でそれ自分のことですから、はい、あそうかも。だから素晴らしいアートをできる人もしかしたら恋愛に成功してる人もあるからね。うーん、どうだろう。でも恋愛に成功してない、ね、恋愛に成功したい素晴らしいアートいっぱいいるから、ということはやっぱり恋愛の方が難しいんですよね。僕も好きな、これ飲んでいい、いいわけ、これいいの、いいの、あのちょっとこっちで吸いくれます、こっち、これ空なんで、はい、なんかめっちゃ笑ってますけど、ということでちょっと後ろ、そう、海外に行くっていうことで、あの違う自分を見つめるというか、やっぱり違うことで見えるので、はい、自分が、はい、ってことは嫌でもその見えなかった自分が見えてくるって、うんうん、そういう意味で、なんかあの、なんだろうな、経験とか、あの、なんだろうな、自分探しとかいろいろ言い方してますけど、
客観的にはエゴを取り除くことなんですよ。エゴ、例えばどんなエゴ？偽りで生きてる自分じゃないですか。うーん、絶対あるんで、生きられてない。うん、ありますよね。いや、結構なんかちょっとしたことでイラとか来たりとか、はい、あの怒ったりとか、そういうのもエゴなので、うん、なんでそうなのかっていうところは、あのやっぱり自分を受け入れられない何かっていうのがあるからなんですよ。うん、それをこう、うん、脱ぎ捨てる。解放です。そうですね。ありのままの自分に自分で殻を割って、脱いでいって、うん、それはね、はい、ね、カマキリが、カマキリ、うん、まあ、セミでも、はい、昆虫がこう、次のものになる、成虫になるとき、痛みと、あれ、結構痛いと思うんですよ。ね、痛いんですかね。ちょっと聞いてみないと分かんないけど、痛いでしょ、あれ。セミの抜け殻。痛いし、怖いでしょ。そうですね。自分の体の膜を脱ぎ捨てるってことですからね。そうそうそう、結構痛いと思うんですよ。なんかそういう、まあね、皮を脱ぎ捨てろっていうね、日本語でも言うので、そういうことをする。まあ、環境変えることと、あの、鍛錬、常に鍛錬。まあ、あんまりベストを尽くす。頑張るっていう言い方は、あの、ベストを尽くすということなので、はい、あの、頑張るってなんかね、漠然と頑張れ、頑張れって言うけど、なんで頑張れって思うんですけど、頑張れって何って思うんですけど、まあ、まあ、do your best なんですよ。はい。ね、だから、あの、やりすぎると倒れちゃうんで、こう、倒れるんで、だから、あの、まあ、バランスよく、まあ、ちょっとハードルを上げて、ぴょーんと、ぴょーんと、まただんだん上げて。飛び箱と一緒ですね。あれ、飛び箱って不思議ですよね。ここ小さい頃全然できなかったんですけど、本当ね、先生がその3段からやったら、ね、はい、3段もできるだろうね。4段、4段もできる。ね、5段、6段、7段。ね、いつの間にか10段できるようになったみたいになるので、あの、それと一緒なんですよ。うん、少しずつ少しずつ少しずつでいいので、自分で、あの、競争じゃないんで、人生。うん、自分のできる範囲でやればいいんです。ね、ズーム。自分のできる範囲でいいんです。ちょっと皆さん、他の人と比較しちゃ、何近いって。お見苦しくないですかね。比較したら、ダメなんです、はい。比較もエゴ、比較しちゃダメ。うん、うん。自分のできることをやりましょう、うん。そうですね、自分に集中して、ありのままの自分になり、そうすることで運命の人に出会えますし、幸せになれるというステップを踏めますよね。そうですね。はい、まあ、運命の人に出会いたければね。まあまあ、出会わなくてもいいですよ。うん、なんだろう、あの、無理は言わない。うん、どうなんでしょうね。全員が全員運命の人と出会えるのか。もちろん。わかんないですけど、ね、その時代、その世代でね、僕はその自分の今の世代で会えると信じますけど、うん、まあ、それができない人ももしかしたらいるのかもしれない。で、その次世代のために頑張ればいいと思うんですけど。うん。うん。っていうか、まあ、まあ、別に、子供産まなければ、僕の論ですけど、はい。子供産まなければ、別にね、あの、いくらでも恋愛してもらっていいと。うん。うん。っていうのは、あの、その、120% 愛さない人も子供を産むことによって、世の中はやっぱり荒れていくので、うん。ね。だって、ね。うん、その、ダイナさんなり奥さんを愛せないわけじゃん。はい。で、それの子供って言ったら、それをやっぱ愛せないわけですよ。愛せない。子供が欲しいから、子供が欲しいからって言って、子供を産むなよって、産むなよじゃないです。産んじゃいけませんよ。ね、子供を、あの、愛せない。だから、子供、そのね、完璧じゃないですよ、それは。だけど、120% 愛す。ハグ。120% 愛してて子供を産めるっていうんでも、それでもやっぱり問題起きるんで、はい、そうじゃないで子供産んだ場合は、もう大変ですよね。いや、それ、ね、間違いもありますよ、世の中。でも間違いは頑張って作る必要ないんですよ。その茨の道になぜ飛び込む。はい。ポーンと。社会良くないですよ。なんかそのね、政府なり国がもっと産めや何とかとか、そうじゃないと経済がどの方とか。どうでもいいですよ、経済なんか。ね。はい、どうにでもなるんで。
後で。っていうか、今、どこにもならなくなるんで、人口が増えても、人口が増えることって、問題いろいろできますから。はい。はい、はい、再生してる。なんで、まあ、そういうことですよね。うん。どうですかね。聞いてくれてる方、うん、何かご意見あれば、コメントください。はい。まあ、ちょっといろいろ飛んでしまいましたけど、まあ、まあ、そうですね。ちょっと飛びすぎたかな。大丈夫かな。まあ、条件つけてない。いきなりはできないと思いますけど、まあ、できるだけできるだけ真実に近づいた恋愛をするということですね。うん。うん、やっぱガピーンって、ガピーン？ガピーン？ショックをやっぱ受けると思うんですよ。はぁーみたいな。わぁっていうね。それが、うん、それ、だから結構ね、これね、ありえないだろうと思うかもしれないですけど、タイミングとかそんなの関係ないですよ。ね。あのね、3ヶ月ぐらい待った方がいいです。誰か好きな人がいるってのは、最低3ヶ月。勘違いの可能性あるんで。その3ヶ月間で相手をいろいろ見て。そうです。僕はもう2年間。2年間見ました。それは、まあ、交際。そしたら、ね、その時にはもう冷めてますから、金ですよ、それで。あら。ね、そんなもんです。うーん。それで何も、そうそうそう、そう、まあ、3、まあ、だから、アクセルで3ヶ月って言ってたでしょ。1週間じゃない。3ヶ月。待ちましょう。うん、勘違いですから、ほとんど。その3ヶ月間もどう過ごせばいいんですか？なんかいろいろあったり、そのデートなりしたりとか、すればいいんですか、うんうん、あってね、話をしたり、いろいろね、趣味合うかな。あ、あとこれ言っちゃっていいのかな？合うか合わないか、相性合うか合わないか。これ重要。LINE スタンプ。それ、伊達さんいつも言いますが。LINE スタンプでこれないなと思ったら、ないっす。スタンプで一生ないっす。何が判断されるんですか？この人のセンス悪いなっていうか、これなんか、この使うもんってないわってなったら、ないなと思ったら、そこ自分嘘つかないで、あ、こういうのやっても可愛いなとか、なんかちょっとシュールなのもいいなとか思っても、その真実の自分の心に問いただしてください。まあ、いや、別に LINE 持ってなかったらメッセンジャーでも、まあ、別の何でもいいんですけど、はい、イメールでもね。結構そういうのって、出るんで。絵文字とかスタンプって自分を表してると思うんですよ。うんうんうん、自分が可愛いから自分が可愛いってやってるので。その人の本性は出てるんです、うん。これなんか本出せますね。LINE スタンプで見ろみたいな。恋愛できるか否かは LINE スタンプで決まる。決まりますよ。もう完全決まる。と思う。それは自分のセンスと似てるっていうところだと。そうじゃない？だから自分と似てるってことだと思ってる。すぐ分かるじゃない？うわ、何このスタンプってなるじゃないですか。へぇー。そういう風に見たことなかったです。LINE スタンプ欄とかあるんじゃないですか？多分ね。なんか、スタンプ使わない人もいますよね。それはそれでもいいんじゃないですか。それはそれでありですか？うん、ありじゃないですか、それもね。うん。まあ、個性です。なんか僕、スタンプとか使うのが、まあ、別に使っちゃうんですけど、うん、フェミニンすぎるのかなとか、時々思ったりして、うん、なんか結構男の人ってさ、ほら、はい。つけるじゃないですけど、特に英国人とかそういうの使わないし、はい、なんかもうなんか僕なんかスタンプとかなんか、スタンプじゃないけど、なんかニッコリマークとかね、うん、使わないからみんな、なんか僕なんかちょっとフェミニンみたいな。なるほどね。相手が文字だけだと。なんかサトシなんか頑張ってるの。だー、ハローみたいな感じが。自分だけだった。フェミニスミーでなんか、うん、なんか、バカやってるみたいな感じ。テンションが自分だけ高いような気がして、それはあるかもしれません。いや、まあいいんですけど、好きなように僕はさせていただきます。はい、こいつ年なんとか思わないかもしれないですけど、まあでも、俺結構 YouTube で僕出しちゃってますね。いかんですね、これ。いかんですね。何をですか？自分を出してっていうか。伊達さんのプライベートな部分。これはポロポロと。限定ですね。このライブ配信見てる人のみ知ってるっていう感じで、今これ終わったらどれくらいストリーミング見てくれたか分かるんで、はい、分かるんで、そうですね、ちょっと楽しみですね、うん、何人ぐらい伊達さんのこれアップするんですか、後でアップどうでしょう、まあ
まあ、未定ですね。未定ということで。はい。なので、今まあで聞いても、くれてる方がライブで貴重なこの時間をいただいて聞いてくれてるのを、ね、大事にしてもいいかなとも思いますし、残してもいいかなとも思いますし、どうしましょう。後で聞きます。はい。まあそういうわけでね。まあ僕はこれから、東京ちょっと行って、行っちゃっていいのか、これ。まあいや、大阪行って、愛媛に行って、何笑ってんすか？ 岡山行って、沖縄に行きます。もその後は、う、東京帰ってきて、はい、ロンドンに、いつ戻る。出るかはちょっとね、ちょっと飛行機が、ね、やばいことになるんで、僕は羽田とか成田に行くとか、ちょっとファンが押し寄せちゃう。そこは、そこ公内緒開にでしきないないと、で。やばいんで、ちょっとね、はい。そうですよ、フライト日は、ちょっと、あれですよ、マル秘誰でしで。たっけ、航は海い。士、眞子さま。みたいな感じになっはい。ちゃうんで、なるほど。サトシファンが。プリンスが出るぞ、サみトたいシな。伊達ファンが押し寄せちゃうので、空港に。そうですよ、それちょっね。とね、ちょっと、あれにしないといけない。はい。テレビ局とかね。はい。もし、まあ、でも、ね、いつまで日本にいるか知りたい方、そして、伊達さんとコンタクトを取りたい方はね、また、内緒にしてる人もいますからメッね。セージください。オフ会。まあ今回はね、コロナなんでね、できるかな？できるかな？できるかな？ちょっと、やばいな、おかしくなってきましたね。ちょっとやめときましょう。これは。ストップ。じゃあまた。そろそろこういうことやるとあんまりだから、説得力ないですよね。どうなんでしょうね。なんか真面目にずっと喋ってて、んでるわけで低はい決してご声ざいでません。喋っていくっていうのも。伊達さんが話してくれた内容はすべてね、伊達さんの本心であり、それはそうです。真面冗談目なで言って内ない。容なので、冗談使はい。ってこの時間になったんですか、ここねえ。ということで、じゃあ、終了しますよ。はい。何も書いてない。まあいいや。じゃあ、そういうことで、とりあえず、ズームの方を終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。